1812年、除局、1812年、序曲1812年序曲1 8 1 2年編補調調作品49は、ピョートルチャイコフスキーが1880年に作曲した演奏海用序曲。タイトルの、1812年は、ナポレオンのロシア遠征が行われた年である。大序曲、1812年、大事予曲マイナス、総合序曲、1812年、 総合序曲、マイナス、または、祝典序曲、1812年、祝典序曲マイナスなどと呼ばれることもある。チャイコフスキー自身は決して聖魂を込めて書き上げた作品とは受け止めてはいなかったものの、歴史的事件を通俗的に描くという内容の分かりやすさによって、人々に大いに喜ばれる作品となった。1880年5月末。 チャイコフスキーは一通の手紙を受け取る。差出人は今位の楽譜出版社であり、手紙には以下の趣旨のことが書かれていた。ニコライルビンシュテインが将来開催される産業博覧会の音楽部長に任命され、ニコライは記念を取り立てるべく、以下の三つの題材のうち一つに基づいた作品を書いてもらいたいとのこと。一つは博覧会のための序曲、二つ目は さあ、サーリ即位25周年のための序曲。三つ目は、様式は、どのようにしてもいいが、正教会の雰囲気を持った、旧聖主ハリストス大聖堂会期のためのカンタータ。収入になります。チャイコフスキーの個人誌の中では、1880年と、その前後の時期は、バレエ、白鳥の湖やオペラ、エフゲニーオネーギンといった大作の作曲の後の中田、ルミの時期相当する。 そのような時期に舞い込んできた、頼まれ仕事であったが、チャイコフスキーはすぐに返事を出さなかった。6月23日に、ようやく返事を出したが、ユルゲンソーンからの手紙に不備があったのか、チャイコフスキーは返事の中で、普段の収入をきっちり指定することと、期限を定めること、声楽局であるならば、形式や背景について、曖昧にせずきっちりと記すべきだという意味のことを、書き連ねた。 さらにチャイコフスキーは10日後の7月3日に出した、ゆる幻想音宛ての手紙の中で依頼そのものが冬であり、自分自身が感動しないであろう。作品に手をつけることはできないと突っぱね、この時点で、作曲の話は一度は沙やみとなる。しかし、一方で8月末から9月にかけてチャイコフスキーは、声楽曲の作曲を念頭に置いたのか、ゆる幻想音を通じて、モスクワの蔵書家に、 古典紙の本を送ってもらうよう要望を出している。9月28日、ニコライからの手紙がチャイコフスキーのもとに届いた。ニコライは手紙の中で作品は15分から25分程度のものを望んでいることを明らかにする。友人から自家の頼みを曲げることはできず、チャイコフスキーは9月30日から11月7日にかけて作品を書き上げた。 もっとも、作曲を合間を縫って書いた手紙の中でチャイコフスキーは、そうも変わらず不満を並べ立てていた。資金のパトロンであるメック夫人には、凡庸なものあるいは想像しいもの以外に、何が書けるのでしょう。しかし、依頼を断る気にもならないと書き、弟アナトリーに対しても、ニコライからの依頼が重荷になっているが、責任は果たさなければならないという趣旨の手紙を送っている。 10月中旬になると、弦楽セレナードの作曲も並行して進められるようになり、この時期のメック夫人やアナトリーへの手紙でも、序曲はおそらく想像しいものになる。私は特に愛情を持って書いたつもりはないと書き、ユルゲンソーン社主、ピョートルユルゲンソーンに対しても、この作品が良いものになるか悪いものになるか、私はためらうことなく、後者だと言えると書いている。 10月下旬にチャイコフスキーは、急な頭痛に悩まされるも、送付の仕上げは11月7日に終えた。こうして作品は完成したが、肝心の1881年に、九段の博覧会は開かれず、3月23日には、依頼者のニコライが亡くなった。作品を持て余したチャイコフスキーは、エドワルド・ナープラブニークに、作品をサンクトペテルブルクで演奏するよう依頼をするも、 ナープラブニークは時期が来るまでは置いておくことが必要だと返答して作品が日の目を見る機会はなかなか訪れなかった。1881年も後半になってチャイコフスキーはユルゲンソーンに作品の送付とピアノソロ版、ピアノ連弾版の3つを送付した。さらに1881年末から1882年にかけては改訂を行い、 1882年4月から5月にかけてメック夫人に当てて書いた手紙の中でも改訂について触れている。1882年5月、作品は未まだ初演されていなかったものの、ゆるげんンからオーケストラ版、ピアノソロ版及びピアノ連弾版の3つの奏付が出版された。1812年は1882年8月20日、ユリウスき8月8日、 建設中の旧聖主ハリスト世代聖堂で開かれたモスクワ芸術産業博覧会が主催するコンサートにおいての式により初演された。イタリア起奏曲と共にプログラムに載ったこの新作は当時の新聞批評では盆作だと片付けられてチャイコフスキーの予感はこの時点では当たった。翌1883年4月7日にはニコライの兄アントンルビンシュテインの式で サンクトペテルブルク初演が1885年6月2日にはミリー・バラキレフの手によってスモレンスク初演が行われた。天気は1887年3月17日に行われたサンクトペテルブルクでの再演でチャイコフスキー自身の指揮によるこの演奏はチャイコフスキー自身が完全な成功、大満足と日記に記すほどの成功を収めた。11月に モスクワでの再演と3度目の演奏が共に、チャイコフスキーの式で行われた後、1888年に入って、早々チャイコフスキーは、ヨーロッパ各地に、総旅行に出かける。1888年2月のベルリンでの、コンサートでは当初幻想曲、フランチェスカ・ダリミニがプログラムに入っていたが、ハンス・フォン・ビューローらが、フランチェスカ・ダリミニを、1812年に差し替えるよう、 強く要望した。チャイコフ,フスキーは、ベルリンに続いて、プラハでの初演を指揮した。その後、1889年1月15日に、ジョージ・ヘンシェルの指揮で、ロンドン初演。1893年12月29日には、ボストンにおいて、エーミール・パウアの指揮によりアメリカ初演が行われた。1899年1月15日には、 グスタフ・マーラー式のウィーン・フィルによりウィーン初演が行われ、当該演奏会は他に、ベートーベンのセリオーゾのマーラーによる弦楽合奏版の初演、並びに、シューマンの公共曲第1番の同じく、マーラー編による初演があった。日本での初演は定かではないが、1917年、大正6年4月22日に、日比谷公園野外音楽堂で行われた。 山本十三郎陸軍一等学長式の陸軍、富山学校軍楽隊による公演奏楽で演奏されている。チャイコフスキー自身は曲中に特に表題を記してはいないが、解説書などでは便宜上いくつかの部分に分けた上で、表題をつけて解釈されているものもある。全体としては、長大な助奏と自由なそなた形式の主部、大規模なコーダで構成される。 クライマックス付近では、楽譜上に、大砲の指定がある。初演の際に、本物の大砲を使ったかどうかについては、解説書等でも、実際の大砲が使われという肯定説や、チャイコフスキーが生前意図しながら果たせなかったという、否定説など様々あり、結論は出ていない。記録上で最初に大砲を使った、1812年の演奏としては、年次は不明ながら、 ロンドンのクリスタルパレスにおけるコンサートと言われているが、詳細は不明である。日本では、1962年5月12日に、西宮球場で行われた、第2回2000人の吹奏楽での演奏記録に残る、古いものの一つである、2年後の第4回2000年の第40回で再演されている。第40回では、大砲は使わなかった。現在では、 ボストン公共楽団の夏の拠点であるタングルウッド音楽祭における演奏を等で本物の大砲を使った1812年の演奏が聴けるほか以下のように各地の陸上自衛隊の野外行事でしばしばそうされているいずれも空砲で演奏される陸上自衛隊の音楽隊が演奏する際は特化砲兵部隊が音楽隊へ編入され 旧式の M101-105mm 榴弾砲を撃つ。M101 を使わない演奏例として2007年の富士総合火力演習においては現役装備である 155mm 口径の FH70 を使用したが発砲音が強力すぎて演奏者や聴衆の聴覚が麻痺したため失敗に終わった。2009年の北。 千歳中東地創立記念行事においては20流子と M110203mm 自走榴弾砲による演奏が確認されている。105mm 砲などと比べて装填時間が長いため発砲回数は他砲より削減されたアレンジ仕様であった。また、大砲、榴弾砲だけでなく戦車砲による演奏が実施される場合もある。この場合は気候化。 戦車部隊を編入している。2011年の日本玄中トンチ記念式典において M101FH72 加え74式戦車の戦車砲51合計 105mm ライフル砲 L7A1 による演奏が実施されている。実際の演奏では 105mm 砲の戦車後に74式戦車の射撃が実施されている。戦車砲を使用した 演奏例は他に2016年の高知駐屯地創立記念式典において FH70 の2門、74式戦車2両による演奏が行われている。その後2017年には90式戦車の戦車砲ラインメタル 120mmL44 による演奏90式戦車6両がまこまない駐屯地で実施されている。 以下に、に主な演奏記録等をを表にまとめたものを提示する。通常のコンサートホールで行われる演奏ではバスドラムで代用されることが多くこの場合は片面のヘッドの除去やチューニングを狂わせる等の効果音的な楽器加工も行われる電子楽器の使用に対して前向きな指揮者らによりシンセサイザーが使用されるケースも増えている2010年10月3日に題名のない音楽会 第2188回で放送された描写する音楽1812年期の秘密では大砲風に装飾したスモークマシンを使用した。最初の録音ははっきりしていないが1903年にビクターグランドコンサートバンドが1909年にが自身のバンドと共にビクタートーキングマシンのために吹き込んだ記録がある。 技術の革新が進み電気録音の時代が到来すると、1930年にレオポルド・ストコフスキー式フィラデルフィア管弦楽団、1940年にウィレム・メン・エルベルク式アムステルダム・コンセルト・ヘボ、管弦楽団が録音。この曲で特に話題になった演奏は、1958年にアンタル・ドラティがミネアポリス公共楽団、ミネソタ大学吹奏楽団を指揮したもの、米。 マーキュリー。映画用 35mm 磁気テープによる高音質録音。1954年に同曲を同じ組み合わせで、モノラル録音でレコード化していたで、大砲は無論実物、制動性の12ポンド曲射砲、陸軍士官学校からの借り物であった。その後はドラティバンに習って、実物の大砲を使う録音が増えた。録音技術が、 アナログからデジタルに移行しつつあった1978年には、テラークがエリック・カンゼルとシンシナティ交響楽団を起用し、デジタル録音を行った。兵器博物館から借り出した、当時の大砲と教会の鐘を使用し迫力あるサウンドを作り出した。この録音には、音量を大きくしすぎて、スピーカーを壊さないように注意という注意書きがあり。 レコード解説でも調整に関するアドバイスが掲載されていた。レコーディングに際しては、その多くが、オーケストラの演奏と大砲の音は、別々に録音している。両者の音を同時に録音した例としては、1990年12月1日に、サンクトペテルブルクで行われた、チャイコフスキー生誕150年記念コンサートでの、ライブ録音がある、四季有リでミルカーノフ。 演奏レニングラードフィルハーモニー交響楽団。この時、大砲はホール前の広場で打ったが、オーケストラはホールで演奏していた。また、冒頭の部分、オリジナルは、ビオラとチェロのソロ演奏が師匠に変えている録音も、あり、カラヤン版、ドン・コサック合唱団、マゼール版、ウィーン国立歌劇場合唱団、デイビス版、タングルウッド祝祭合唱団、オーマンディ版、 テンプル大学合唱団、西本智美版、ゆるろふ記念国立アカデミー合唱団、等が代表的である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。